はい、さてドラプロ実況していきたいと思います。今回は魔獣刀の報酬武器、この SS のタイダボルガベルスなんですけれども、まあちょっと限界突破4つとりあえず終わったんで、まあどんな感じなのかちょっと紹介していこうかなと思います。まあ限界突破はまあこんな感じですね。まあ、普通のクエガチャのレア度 S の槍とかと比べると、まあ合計で攻撃力が多分30から40ぐらいですかね、少ないですね。限界突破する上昇率というか、40ほど少ない感じで、まあ普通のクエガチャの槍ですと、まあこの4つ目の限界突破が、まあ、支援マギが、追加されたり、まあ、回復マギが追加されたりって感じなんですけれども、まあマギの方はマギのスロットの方は追加はされません。まああと攻撃力と属性攻撃力、まあ大体足したら大体レア度 S のクエガチャの槍と大体同じぐらいですかね。 SS のレブールの槍と比べると全然落ちるような感じですね。でアビリティの方はまあこの2つ、まあアビリティ2つあるんですけれども、何やったかな、確か体力 50% 以下で突進が 40% 上昇やったかな。あと水属性ダメージが確か20上昇するんじゃなかったかな。あ、そうですね、体力 50% 以下で突進の威力 40% 上昇、あと水属性のダメージが 20% 上昇するってことで、まあこんなようなアビリティになってますね。まあアビリティと、スロットが追加されないっていうことで、まあどうですかね。まああとは皆さんに評価お願いしますって感じなんですけれども、まあ僕的には、レア度 S の槍と、さほど変わりはないのかなと思います。こんな感じですね。まあ、限界突破4つまでしたら、まあこの攻撃力と属性攻撃力を2つ合わせて、まあ1040ぐらいかな、になりますね。まあ見た目はタコですね、完全に。タコの槍、まあイカでもいいんですけど、イカの槍って感じですね。槍イカかな。でまあこのままちょっと魔獣刀をまあこの槍でクリアするのはちょっと難しいんで、まあせっかくならこれをこれにしようかな。水属性をじゃあこの槍に、魔獣刀の報酬の槍にちょっと変えてみようと思います。まあ変えてみて、まあ実際どんな感じなのかちょっと見ていこうかなと思います。まあ魔獣刀の方もまあ一応全部クリアはしたんですけれども、これですね、一応76から80、まあランダムマッチングでやっていこうかなと思います。曖昧さんとソラさんとウィキッドさん、よろしくお願いします。 OK です。さあクリアなるかって感じなんですけれども、まあなるべく足を引っ張らないように頑張りたいと思います。
まあ、今回の魔獣刀は、大体敵っていうかモンスターは決まってて、それがランダムに順番がごちゃ混ぜに、出てくるっていうような感じなんですかね。まあ76回カマキリ出てきましたね。ちょっと地属性も、あればよかったんですけれども、まあ死なないように頑張りたいと思います。皆さん素敵ですね。ちゃんと回復もしてくれるし、素敵な方たちです。体験さんがいるとやっぱ違いますね。ダウンやっぱり奪ってくれるんで非常に助かります。強いね、このソラさんかな、非常に強いです。さあ1分ちょっと、タイムボーナスでどんだけ上がるか、V 破壊も2つしたみたいなんで、30秒タイムボーナス当たりましたね。今のところ4分20秒であと4匹倒せばいいですね。まあ、ちょうど、じゃあタイダ・ボルガベルス、タイダ・ボルガベルスかな、せっかくなんで使っていこうと思います。さーんと、カニ相手やったらこれ結構やりいいな。この突進でだいたい泡も消せるんで槍結構いいっすね。槍いいな。カニは槍か。これはもうカッチャカチャにしてますよ、これ。完全カッチャカチャですよ、これ。カニをこんなにカチャカチャにすることってあんまないんですけど。槍いいっすね。カニ相手に槍。槍ね。やり合いうるさいと思うんですけど、結構自分としては結構驚いてますよ。さあこれを避けれるかって感じなんですけど、僕はいつもこれコロリンを失敗して、おお上手、グレイシャーランス来てない、お来た、おお、これはいい情報ですね。カニに対してはやりですね。とてもいい情報を得ました。このカニの方、カニはまあ結構 V 破壊できるんで、結構タイムボーナスは増えますね。槍か、僕ちょっとレムールの槍を最大まで強化して調子乗って打っちゃったんですよね。あざす、ナイスライ。さっせん、あざす。責任持って。責任持って霧を消します。死んでばっかり、今んとこ迷惑かけてますね。なるべく迷惑をかけたくないんですけれども、やばいやばいやばい、僕が一押しのソラさんが、ちょっとメティアメシスを、ミティアメシスか、ミティアメシスをちょっと当てたいんですけれども、ぜひダウンしとるときに、ダウンしとるときに溜まるかな、溜まる、ここでメティアメシス、おお強いミティアメシス、ちっちゃいので2万3、4000食らってましたね。
すごい。これはあと2匹。これは余裕ですね。まあカニに対しては水属性のやり、これ結構いい情報だと思いますわ。困ってる方も結構多いと思うんで、タコはもう完全に気候神経にもカッチャカチャにしますわ。これよし、させん、曖昧さんすいません、今から頑張ります。テンパたまるよ、テンパ。テンパを当てての、なるべくの足を切りたいんですけど、まあ僕のちょっと先行バクライザーもあるんで、たまれ先行バクライザー。食らったか分かんないですよね。ああ、まあ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 、まあ倒したんで、よしよし。80回これがラストですね。まあ、今回の魔獣島はこの80回で一応クリアになりますね。あと2分10秒あるんで、まあ余裕ですね。まあ、まあ全員が一撃しなければ、こいつはやばいかもしれない。こいつは割と危険。この尻尾をね、せめてね、ちょっと切っていきたいんですけども。おお、しゃ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 。これでも死ぬことはないかな。槍なんで撃ってんのな、レムールの槍。何をしとるん。まあまあまあ、こんな感じで、うん、まあ、これでクリアですね。ありがとうございました。曖昧さんとソラさんと、もう一台したかな、誰やったかな、ウィキッドさんやったかな。うん、ありがとうございました。うん、ゴールドラッシュもあって、うん、お金はカチャカチャに貯まりますね。お、2位。うん、やっぱソラさん強かったですね。うん、非常に強かったです。うん、なんとか2位取れたって感じですね。うん、ソラさんとウィキッドさんと曖昧さん、ありがとうございました。うん、それでは、まあ今回はこれで終わりたいと思います。まあカニは水属性の槍が非常に戦いやすいってことが分かりました。うん、皆さんもちょっと試してみてください。それでは終わりたいと思います。